国立カブディモンテ美術館にやってきました。ここはイタリアの絵画史がわかると言われるほどいろんな絵画を収蔵しているそうです。それも そのはずなんですね。18世紀の末にブルボン家の王が収蔵する美術品を展示するために建てた美術館で、19世紀にはまたサボイア家の手に渡って収蔵品の数がより多くなったというんですね。そして1950年に国立の美術館になったといいます。